名人伝蝶の簡単の都に住む貴少という男が天下第一の弓の名人になろうと志を立てた己の死と頼むべき人物を物色するに闘魂弓矢をとっては名手比叡に及ぶものがあろうとは思われぬ百歩を隔てて流用を射るに 百発百中するという達人だそうである。希少は、はるばる比叡を訪ねて、その門に行った。比叡は、侵入の門人に、まず、瞬きせざることを学べ、と命じた。希少は、家に帰り、妻の旗折り台の下に潜り込んで、そこに、仰向けにひっくり返った。 目とすれ,すれに招きが忙しく上下往来するのをじっと瞬かずに見つめていようという工夫である理由を知らない妻は大いに驚いた第一妙な姿勢を妙な角度から夫にのぞかれては困るという嫌がる妻を気象は叱りつけて無理に旗を織り続けさせた来る日も来る日も 彼はこのおかしな格好で瞬きせざる修練を重ねる。二年の後には慌ただしく応変する招きがまつげをかすめても耐えて瞬くことがなくなった。彼はようやく旗の下から吐い出す。もはや鋭利な霧の先を持ってまぶたをつかれても瞬きをせぬまでになっていた。不意に火の粉が目に飛び入ろうとも 目の前に突然灰かぐらが立とうとも彼は決して目をパチつかせない彼のまぶたはもはやそれを閉じるべき筋肉の使用法を忘れ果て夜熟睡している時でも気象の目はカッと大きく見開かれたままであるついに彼の目のまつげとまつげとの間に小さな一匹の雲が巣をかけるに及んで 彼はようやく自信を得て、死の悲鳴にこれを告げた。